1年半が過ぎましたけどね、まさかこんないい場所に、こういう日をね立ててもらえて、そして、あれから今回は2回目で、たまたま俺もね一生懸命頑張って生きたけど、世の中は何が起きるかわからない。まあでも、そしてみんなに、守ってもらって、早くコロナが終われば、みんなで美味しい料理を作りながら宴会ができるように、俺ももう少し元気になって、例の役割をしっかりとこなせるように見守ってください。これから雪がね、積もっていっぱいになると思いますけど、本当に素晴らしい場所で、春は春でいいし、夏は夏でまた涼しいし、秋は紅葉で、冬はまたこの新春と降る雪がね、素晴らしいんで、そこで本当に坂道を越らせて、やれたらいいなと思います。どうぞ安らかに休んでください。元気ですか？あ、声も出てますね、今日は。ということでね、ちょっと報道が止まってましたが、一歩一歩踏み出して、もともとから持った夢を何とか実現して、できるようにね、それにはまず健康が大事ということで、今日も美味しいものをね、ごちそうになりました。食欲もなかったんだけどね、しっかり食べて、みんなの夢に応えていくように、逆にみんなに夢を送り続けていきたいと思います。いくぞ !1、2、3、ダーアントニオ猪木最後の闘魂チャンネル登録をよろしく。